さあ始まりましたトゥナイト5。よいしょよいしょよいしょ、こんばんは、お願いします。よいしょよいしょ、お願いします。あ、変わった番組のちょっとヒント来てな、盛り上げていくぞーい。夜近所来てなかったから分かんないか。おーい、よいしょ、シャンパン持ってこい。嘘だろ嘘だろ、こんなんじゃなかったです。いや、こんなんじゃないっすよ。何でしたっけ、トゥナイト5。いやいや、分かってないんかよ。そっかそっか。何だと、パーリーナイト、パーリーナイトか。いや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 、パーリーナイトか、パーリーナイト、パーリーナイトじゃないっすよ。そうそうですね、普通のトゥナイト5です。説明お願いします。はい、あのトゥナイト5は月曜から金曜日、はい、吉本沖縄芸人が、担当する番組となっております。よろしくお願いします。月曜日からね、金曜日までね。はい、で金曜日はですね、ツーシームと、はい、キャバクセス、お願いします。早い、今日はボケないという、今日はなしです。ボケないというボケるパターン。そうですね。難しいでございます、ね。やんないのっていうやつですね。なるほどね。あと一人はこちらです。はい、同じに来てのシーマントーマです。よろしくお願いします。はい、シーマントーマですね。いいですね。はい。ね、久しぶりにこの4人がね、揃いましたけども、ね。ありがとうございます。もう、はい、シーマントーマがいます、今日はね。はい、いますよ。誰がいるんですかっていう。知ってるからシーマントーマ。知ってましたね、本当にね。でも最近ちょくちょく来ても、先週は来てなかった。先週も来てましたね。先週も来てました。先週も来て、あの、その先々週ですね。先週来てて、先々週、あ、そう、先週休みだったんですよ。はい、この忘年会で、FM コーサー自体が忘年会で休みでございましてね。はい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 、ちょっとあの放送がなかったんですけども、うん、先々週に僕ら、近所がね、はい、ちょっと、はい、一回死んでたんで、これなかったんですけど、そうそうそう、僕ら3人でね、やらせてもらいましてね。一回死んだんすよ。一回死んだんすよ、本当に。よく死にますよね。いや、まあ、久しぶりに死んだから。2回目のライフです。うん、で、その、ずっと、シーマンさんと、サギアマックスさんがずっと放送中、ピリピリするっていうね、放送だったんで。すごいピリピリしてるのな。で、蓋開けてみたら今週 LINE で喧嘩してたから。何してんだこの2人。喧嘩してたわ。喧嘩してたでしょ。この2人。喧嘩じゃないです。この2人。同じみんな感じですね、言ったら。この2人、僕らのこの2期生の LINE グループがあるんですけど、それでなんか喧嘩しててね。こいつら世界で一番どうでもいい喧嘩。世界で一番どうでもいい喧嘩。何ですかあれ。なんで。いや、俺は前からシーマンには言ってるんだけど、シーマンのそのメールの送り方。まあなんかね、まあなんか。なんか分かるでしょ、なんか嫌な感じですね。そうそうそう、前はね、まあ、前はそうだったわ。あんまりね、人とメールしたことないからなのかなっていうのもあるんですけど、確かにね、なんかね、いやトゲがあったりしますよね。そうなんですよね。そうですね、つけるつもりのないトゲなんでしょうけどね、彼からしたらね。はい、どんな流れでしたっけ、なんで喧嘩、どうでもいいでしょうけど、ね、僕からしたらですね、あの、まあ、みんながあの2期生で忘年会やろう、忘年会やりましょうってなったんですよね。そうそうそう、久しぶりに集まろうじゃないかとなりましたね。で、あ、行く、自分も行く、自分も行くとかいう流れで、僕は最後に6番目に、うん、じゃあ行くって言ったんですよね。じゃあ行くって送ったんですよね。で、まあ、じゃあって何って言って、じゃあって何ってね、先はマックスさんがね、突っかかってくる必要あるって思ってちょっともうなんで突っかかってくるのみたいな、突っかかってないでしょ、まずまあ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 ね、まあまあじゃあって何と思って、なんかそのね、みんなが行くからじゃあ俺も行くみたいな、なんかね、流れとかさ、まあ、確かに一言じゃあ俺も行くとか、じゃあみんなが行くなら行くって言えば俺もよかったんですけども、そうそうそう、シーマンさんもそんなつもりなかった、そんなつもりなかったんですよ、し先はマックスさんもそんなつもりなかった、そうそうそう、はい、じゃあなんで突っかかってくんのみたいな、突っかかってねえだろみたいな感じ、そう別に突っかかってねえけどな、なんだこの野郎みたいな感じになって、そこからまあ1時間くらい間を空けて、うん、まあ、とシーマントーマが謝罪しまして、すいませんでしたと、シーマン、まあ、折れてんじゃねえ、まとまったんですけど、なんで1時間考えたのちょっといやもうちょっとね、もうね、折れるまでに時間かかるのよ、なかなか、まあね、まずなんか、喧嘩してたんですか本当に、なんで喧嘩腰なのって来て、うん、はい、ちょっとなんか面白変身しようと思わないのかな、ちょっと、ああ、そうね、俺はもうそれあるのよ、俺はこのままでます、俺はもうそれしかないから、そうそう、それしかないから、でもその一通り終わって、じゃあみんな行くねってなった時に、僕は最後にじゃあ行くって僕も送ったんです、そう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 いうの面白いじゃない、なんか楽しいから、そう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 、で同じ流れに持っていく、そうそう、持っていくって、じゃあって何って僕はすぐ謝りましたけど、すいません、早かったね、すいませんでした、すぐ謝りましたけどね、まあそんな二人が、ありがとうございます、若いですね、同じ流れの皆さんたちね、みんな同じ顔してますね、本当だ本当だ、でこの広さが一緒大体一緒ですね、ちょうど一緒です、野球部だね、野球部なんですかね、ね、大学野球、いいっすね、本当にね、じゃない、あ、じゃないですね、そうなんですね、ずっと敬礼してますけどね、敬礼が止まらない感じがね、出てますかね、なんかやばいのが見えてるんですよね、目線が全然合わないんですけど、いや置いてかれてるから置いてかれてる、恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしいですね、ありがとうございます、まあまあっていうね、喧嘩やってましたね、この二人がね、ちょっと笑っちゃったんですけどね、あれはね、仲良くしましょうよ、そうですね、仲
がいいからこそじゃないですか。まあまあそうなんですかね、うん、本当に綺麗だったら何にも言わないですから。まあそうね、なんならあの LINE から外しますから。まあまあそうね、再開させる、させますよ。喧嘩するほどですよね、僕が作った LINE のグループなんでね。そうですね、いつでも外しますから。うわまあ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 、じゃあまあ大会させない、させられないところにまああの愛情を感じることにしますよ。そうそうそう、そうしてくださいよ本当にね。はい、でもどうなん、実際はどうなんですか。実際はなんか本当に突っかかってきたと思ったんですか。なんどうなんですか実際は。まあこれ掘り下げますよ、掘り下げましょう。いいことあるかな。いや面白いんじゃない。だってやりましょう。いやいいんじゃないの別に、たまには。じゃあ掘り下げていくとですね。掘り下げましょう。どう思ったんですかあの時に。そのなんじゃあのじゃあじゃあじゃあ行くわって送って、はい、じゃあって何言ってきた時にシーマンさん、はい、まずじゃあ崎山さんじゃあはその、はい、なんなのみたいな感じですかね、はい、じゃあって何なのみたいな、はい、いじりみたいな感じで送ったんですよ、崎山マックスさんは、はいはい、でシーマンさんはどう思ったんですか。うわーちょっとめんどくさいことになりそうだなと思って予感はしてたの、はい、最近でこそ、うん、最近あんま LINE やり取りしてないってのもあるけども、うんうん、あの初期の頃は結構よくあったんですよ、うん、あの僕の LINE のぶっきらぼうさに崎山が何か言って、うん なんかモヤモヤすることあって、ね、いやまあ確かにね、はい、うんまあ、でも最初の初期に比べたら俺はだいぶ丸くなってんですよこれでも。最初の初期だいぶ最初の初期、その前に生まれる前、最初の初期ってなんだろう、前日だ、前だね、前丸くなったんだ、丸くなってた、LINE の文章にだいぶね気をつけるようになってはいる。あ、じゃあいいじゃないですか、だいぶ、まあ、でもね久しぶりに言ったせいか知らないけど今回は確かにぶっきらぼうでしたよ、うん、あ、そうか、じゃあ悪いと思ってんの、はい、悪いと思ってます悪いということに、うん、まあ俺が悪かったなって思うまでに1時間を要する。あ、まあ、まあね、反省するまでにね。ただほら先週、先々週かなんか当たり強いなみたいなこと言ってたんでね、はい、シーマンさんね、そう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 、うん、シーマンにそれ勘違いしてますけど、うん、俺はシーマンのためを思って言ってるわけですよ、はい、そうですよ、構成してるんですよ俺相手に。そのまあリハビリじゃない、リハビリでもないな、まあね、違うな、あの知ってほしいと、知ってほしいですね、いろんなことをね、愛の無知で、愛の無知、そうそう、愛の無知だと思うんですけどね、社会経験ないですから、言ったらこの年でね、まあね、まあ、まあ、ね、シーマンの方が年上なんですけど、上なんですけどね、この誰よりもね、誰よりも年上なんですけどね、人とのコミュニケーションが ね、うん、まあ、ねできないんだもんね、なかなかね。シマさん何歳ですか。僕36だよ。36ですよ、本当に。本当にね、今年1年ですごい老けた。いやね、まあ、白髪もね、うん、そうそう、ぶわって増えた白髪、生えちゃったね、あのね、ちょっと引いちゃうね、白髪はね。シーマさんの白髪はちょっと笑えないんで、笑えないですね。全白にするしかないよ、まあ、逆にね。そうだね、うん、大竹誠さんみたいな感じ、だからこのだから金髪とかもしてるんでしょ、白髪があるから。そうそうそう、でも金髪も続けるのがめんどくさくて切っちゃったし、いやいや、36の金髪は白髪よりダメだからよくない、ね、自殺行為だ、ね、まあ、確かにそう思うよ、そう思う、いるよ、いるよ、まあ、いますけど、ね、特殊な職業の人だけですよ、まあまあまあ、36の金髪は。そうだ、そんなシーマンさんが今あの、はい、バイクの免許をね、はい、取ろうとしてるということ で、 で、ね、今躍起になってるみたいなんですけど、マジでバイクの免許、うん、いいじゃないですか、バイクの免許、はい、中型免許ですか。そうです、なるほど。僕が取ろうと思ったきっかけがそもそも、はい、あの崎浜が乗っていて、うん、中村も乗ってますね、はい、今もね目の前でかっこよく止まってますけど、うん、ビッグスクーターって言うんですか。そうそう、ビッグスク、ビッグスク、うん、ビッグスク、ビッグスク、ビッグスクって言わんの、持ってないやつが言うな、ビッグスク、ビッグスクって持ってないやつ、持ってないやつが言うやつだろう、多分、まあ、そうそうだな、ビッグスクはみんなビッグって言うから、そうそうそう、ビッグスクは、ビッグスク、みんなビッグって言うから、仲間外れ感がすごいあるわ、喋っちゃった、持ってねえから仕方ないけど、下振りして、中村も実は免許持ってると、僕あの中型の免許持ってるんですよ、元々ね暴走族だったんで僕持ってるんで、久しぶりだこの悪者キャラ、すいません本当にね、そう、中型の免許取って大型乗ってましたから本当にね、うわ悪い、まあ冗談ですからねこれは、暴走族ではちょっと上だからなんかランク下がったな、そうなんです、はい、何かの話の時に、うんうん、近所も、うんうん、実はこの、まあ、ビッグスクーターじゃないけども、うん、中型バイク乗りたいなっていうのを、うん、聞いたんですよ、これはもう欲しいからね、そうそうそう、乗ってないんだまだ、まあ、近所も取るとかね、そうそうそう、言ってましたけどね、こうなったら、うん、なんか近所まで取ったら一、うん、人だけ置いてけぼりにされた感じが強いなと思って、うん、あ、なるほどね、俺もう乗り遅いじゃん、取りたい、取ろうと思って、俺もギア上げないと、そうそう、バイトもしてないし、今しか通えないと思って、うん、なるほど、通い始めたのが4月ですよ、4月、4月、今年のね、そう、うん、でそれがもう9ヶ月経って12月、12月ですよ、9ヶ月間が期限なんで今月に取らないとやばいんでしょ、全部失効なんですよ無効になっちゃうんでしょそう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 これ取らないと、取らないといけない、うん、だから
今日も明日も2時間買えますよ、うん、やばいっすよ。ずっと暇だったでしょ、うん、マジでよ、この9ヶ月いや仕事してないんだから。理由は何、降水確率が 30% を超えたら行かないっていうルールが僕の中であって、あ、雨降ったら怖いから雨降ったら流れるわけじゃないでしょ、授業が別に授業流れないけど怖い怖いから、まあ、怖いね確かにね、怖いけどそれを勉強するとこだから ね、まあ、ねやらないと。じゃあもう何取る意味なくない、そうだって30% って沖縄結構あるよ。結構ある結構ある。乗らないでしょ、でも多分取っても乗らない、取ってももうね最初の授業の時にあ俺乗らないなんで言ってんだよ、だってもう怖いから間違ったって思ったでしょ。そうそうそう、もうどんな気持ち、失敗したって思ったけど、めっちゃ嫌だな、怖いし不登校なるわそりゃ、そりゃ不登校なるわ、自分分からんマジで、うわーって思ったでしょね。1時間目でってことでしょ。そうそうそう、マジで何でギアとか、うん、なんかクラッチとか、いやクラッチとかなんかあのオートマ限定なんですよ僕。オートマ限定なんですよ、オートマ限定そうなの、そうそう、じゃあ俺と違うよ、ね、AT か、俺ギアそうそうそう、ギア乗れるから、そうなんですか。もうあのスタンドをあの外して乗ってくださいっていう時にスタンドを前にやるか後ろにやるかが分かんない時点で、あ俺は原付の癖を全部忘れてんだなって思った。あ、なるほどね、そうか、はい、まあ、原付とまたビッグ近いますからね、うん、あサイドスタンドありますから、そう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 、そうですか、センタースタンドで、そうセンタースタンドで、うん、シルバーウィング GT400 で乗車しております、うん、ちゃんと覚えてますね、バイク好きなんだよね、買う気ねえの、うん、買う気ねえのバイクの名前だけど、バイク好きなんだよね、だからでもビッグのあれで難しいなんてことないでしょ、だって、うん、簡単でしょ、ない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 、まあ簡単だと思うけど、オートマは超簡単でしょ、マニュアルのバイクめっちゃ大変ですよ、うん、本当に、うん、そうそうそう、俺さっきなんかマニュアルのバイクかなと思って、なんかあの一本橋難しいっすよねとか、そうそうね、やっぱちょっと話したね、返せよあの時間、マジでビッグで一本橋結構できるわ、全然俺と違うから、それレベルが違うから、マジで本当にビッグできるなったと言っても、うん、あスクーターできるなったと言っても、うん、一本橋に僕4秒で渡っちゃうんで、うん、7秒以上かけて渡らないといけない、ね、時間をかけないといけないというルールがありまして、ゆっくり行ってみたいな、はい、マニュアルの方が簡単かもな、え本当にハンクラ でかさ的なことですか、ハンクラとか、まあ、一本橋はあの、はい、行きやすいかも、あのオートマの方が難しいかもしれないですね、うん、もしかしたらちょっとアクセル自分でやんないといけないじゃん、あと横広だから、はい、バランス取るのは確かに難しいかも、はい、ネットで検索すると、うん、この膝で挟めないから、うん、一本橋はスクーターはやりにくいって書いてましたね、内股にしたらね、そう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 、バランス良くなるんですよね、おおなるほどね、ネットで調べんなよどこ調べてるんだよ、直で覚えろやれよ気づけ自分で言ってるのに知らん気づけ自分で、教本をですね向こうが渡し合ったのが、うん、俺が受け取り合わせたのか知らないけど、うん、だいぶ後半になって受け取りまして、こんなのあったんだって思って、あそれはちょっと困るなって思っても、まあまあまあ、まあ、でもまあまあ当たり前なんでしょうね、気づくのが、まあまあね、はい、まあまあ頑張ってください、まあ、今くらいで、はい、まあ、今月までに、はい、ま、AT だったら取ろうよマジで、また報告してくださいよ、取りたいことです、だからこの同期が、はい、この免許を持ってるからっていう理由で通ったんでしょ、そう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 、なんなんすかで、みんなうん、マニュアルだから、マニュアル、そうそうそう、で俺ももしマニュアル取った場合、うん、またマニュアル取りに行かんで、そうそう、結局いやもうどうせマニュアルじゃんって、そうそうそう、マニュアル取ろうっつって、今回の経験を踏まえて、もう二度と通いたくない、そうか、あそう、もうそんなガッツないし、うん、まあ、無駄で終わるの嫌でしょ、もうパッと取ってパッと終わりましょう、うん、もうパッと取ってパッと終わりゃいいんだから、本当にね、はい、もったいないですから、サクッといく、サクッと、サクッと、うん、いやでもだからさ、うん、シーマンと金城が取ればさ、ツーリング行けるわけよ、あそうね、そうね、いいじゃないですか、楽しい、そういえばあれだよ、あのプレサポとか大型持ってるよ、持ってますもんね、そうか、塩屋も持ってなかった、うん、みんなで塩持ってんの、みんなで行きましょうよ、もちろんノーヘル、ね、ノーヘルで、もちろん俺はノーヘル、俺はノーヘル、俺はノーヘル、ヤンキーだからね、暴走族、知らんわそこは、竹槍マフラー、竹槍マフラー、懐かしいな、あ、わかります、長いです、マフラーが出てる、三段シート、あるね、三段シートつけてね、風防とかつけてね、そうそうそう、やっちゃいますから、僕は本当にね、行きましょう、本当にね、いいじゃないですか、それも楽しい、どこ行くんですか、ツーリングって、沖縄、瀬長島とかですか、わかんないですけど、いやもうとりあえず北じゃない、やっぱ北の方ですか、瀬長島近すぎない、すげえ近いよ瀬長島、那覇からスタートしてすぐだから早いなっつってね、だから近所も通わないといけないだから、そうね、近所も通わないといけないですよ、ね、俺はもうずっと欲しいと思ってるから、うん、まあね、うん、で多分すぐ取れるから俺は、なんで、まあ、なんで、まあ、もう本当にセンスしかないからセンスしかないから、うん、センスしかないのよでもね、近所はねバイク乗る前に今借金っていう火の車に乗ってるそうだな、そ、それ火消さないといけないもんな、火消さなきゃいけないもん、まあそうなんですよ、それのコントロールがまだできてないです、うん、大変でございます、だからそれをね、その状態で通ったら油注ぐようなもんだからね、本当に危ないです、大爆発しちゃうん、まあでもね、
なんか借りれるんでしょこのまた借りようとするそれなんでだからダメなのは借りる気しかないまた借りようとする稼ぐ気がないからねでもいくら10万もしないんでしょあ10万もしないしないあ10万もしないだったらすぐあんな10万もしないって言い方もおかしいけどお前借金そしたらすぐ返せるやろで俺とかその10万はやべえと思ってるからもうここで時点でも価値観がね、うん、そう普通はねでもいや普通そうですよ、うん、10万がやばいな10万ってへでもないと思ってますから、うん、借りることに関しては、うん、もうやっぱりずれちゃって、ね、ずれちゃってずれちゃってます本当に、ね、だってね、うん、月でまあ7万ぐらいもらってるからね月で月で7万、うん、足りてねえ足りてねえ全然追いつかねえ全然だあそう70万ないと70万ないと言っちゃいけない計算ミス俺の計算ミスか下回ってるか借金も月給が下回るって足りてないんだよ分母と分子がわけわかんなくなって利息のみだよそうそう利息のみですあそうか間に合ってないんだよね気をつけてください難しいですねいい客だよ難しいもんだなでもねあのコウタ君がねいろいろ来てますあのちょっと気になるわコウタのツイキャスのねすごい送ってるね、なんか中間発表があったとかなんとかニュースじゃないですか中間発表ですか何ですか何かの何かの中間何かの何かの AKB、ね、AKB グループか何かのあーそれコウタのでしょ、うん、はいコウタの中のでしょコウタがねはい何か気になります、ね、あのツイッター多分これツイッターツイキャスでしょ、はい、でこれアカウントツイッターのアカウントでしょ写真ねこれ、はいあの俺は確か金城さんの顔そうそうそう俺の顔になってるのよちょっとやめてもらえるかなこれそうですね、うん、うちの金城かわいいらしいねやっぱね金城ちゃんかわいい、金城しか触れないからね本当いつも言うけど俺と仲間は絶対触れないあそうシーマンさんのトーク独特でなんか好きっつってますよ ありがとうございますコウタ2期生だけのライブやってほしいですっつってますあのちょっとね考えていますけどね考えたりしますちょっとこれ俺がコウタと思われるから分かるこれね俺がねあの松村香織推しだと思われるからちょっとやめてほしいんだよなこれじゃあ実際誰推しなのお前はいや俺は誰推しでもないわもう知らんわもうそんな、いっぱいいっぱいだよこんなアイドルに金注ぐような買えない ね, 本当にねお金は持ってないですよ僕はないということでね、うん、本当やっていきたいんですけどね本当にねそれ考えたら実際コウタってやってんのかなそのお金してんのかなやってるんじゃない？に対してですかね。どうなんでしょうね。押してる人コウタライブも見に来るし。ね、あれ僕花月のお客さんに聞いたんですけど、うん、コウタ君もあれみたいですよ。あの自販機でなんか仲いい常連さん同士、まあ、うん、コウタ君も常連じゃないですか。うん、でお客さん常連さんがいるじゃないですか。うん、常連さんがなんか飲み物買おうとしてたら、うん、スーッと寄ってくるんですって自販機。うん、で何飲むのって聞いて、うん、いやこれ飲むけどって言って、いいな。僕も喉乾いたいやいやいやマジかそれそれ本当っていう話を無駄にしましたけど面白いなっつマジかなるほどねいい先輩遠回しに飲ませてくれとやり口がすごいなと思ってねいいやることやってますよ本当にコウタも可愛いですねじゃあ、うん、ちょっと買ってあげちゃうみたいですよでもシーマンの卵みたいな感じ、うん、ネクストシーマンネクストシーマンだ本当にネクストシーマンシーマンコウタが出てくるかもしれないやばいなこれ僕もね最近お金がないんでさっきですね、あの近所に、うん、あのブースターケーブル、うん、中古500円で売りつけようとしたんですよ、うん、あのそっちゅう近所ブースターあ、まあ、そっちゅうでもだいぶ前ですけどそっちゅうってあの2回、はい、2回よ2回、うん、俺も覚えてない2回あの言える何回って言える500円じゃ無理だよ2回500円じゃ無理ですよそれは、うんうん、2回って言っても1回はあの1回は自分だけど1回はあの猫かけだから猫のかけだから俺が使ったわけじゃないから実質1回実質1回いやいや俺近所に2回行ってるってすげえどうでもいい話すげえどうでもいい話だからもうあの近所も困ってるかなと思ってもうあのバッテリーが上がった時に備えて買うかなと思ったんですけどもちょっと失敗しまして買わないっていうことで全然いらん500円だよ全然いらない安いじゃん安い安いいやいや邪魔になるわ本当に近所これ以上なんていうかね、無理に売りつけないようにしようと思って、うん、引っ込みましたあそうなんだ、うんはい、なるほどねいやだからすぐ気づいたわ俺はい、あこいつ多分今金に困ってた、うん、これ500円で売るぐらいだ、ね、そうそうそう、ね、もうだって免許取る最終段階でこれまでオーバーした分を払わなきゃいけないから、うん、多分ドカッと請求が来るはずなんで500円なんかどうにかなる500円でどうにかなりますどうにもならんわそんないらんもん売ろうと思ってなるほどね、はい、すごいね売るとかよう売る売る言うわこの人
中古物をそう、ね、なんか売るっていう発想になるんでしょうね、お金。僕そんなならないんですよ今この流れで。言わなそうだけど、うん、その近所にその500円でね、はい、あれ売る前に俺に1000円でジャケット売ろうとしてましたから、ね、いやすごいね本当にね売るね買ってっつってすごいね本当にねびっくりした。1000円で買ってって言ったからびっくりしたんですけど、ね、俺物を売るって発想ならないからな。うん、俺もならんな。もう働いてね、うん、そうそう、普通はそう思うから、うんうん、それ働いてる人の発想なんだよね。じゃ、まあ、じゃあのこれが一般常識なの言ったら、これ働けよ。働いてる人の発想で、働いてる人で合ってくる。これ一般なんだよ。働いてる人で合ってくるよ。そこは。そう。いいとも働いてる人で合ってくるよ。そこは。お願いします。ね、本当ですよもう、うん。シャキッとしたいシャキッと。で17年どうすんの？2017年働く？ちゃんと。俺ね、某大手コンビニチェーンが沖縄に来るっていう噂があって、もう来年だと思ったんだよね。だからそれに合わせてオープニングスタッフ募集で入ろうと思ったんだけど、2018年オープニングスタッフはね時給が高いですからね、はい、2018年っていうことを聞きまして、さすがにもう1年ブラブラするわけにはいかんなと思って、ブラブラ自分でブラブラって言っちゃってるじゃん、ブラブラ、ね、10代後半がやることだよそれ、うん、やばいんだよね。やばいよマジで。もう季節とかも無理でしょ。季節労働も多分ね。なんかないかな。沖縄で10本の指に入るぐらいやばいかもしれないです今リアルに考えて、うん、そうね、本当リアルに10位、うん、9位を争ってます今。渦中にいると気づかんもんね。本当に本当にぐらいのでもね、この仕事してない感じはないよね。普通にまあね、まあスーパーとかで会ったとしても、うん、あこの人は仕事してるなっていう、分かんなくね、分かんなくね、多分いい仕事はしてない感じだし、無職だなとは思わないから、ね、うん、こいつは仕事してるなっていう、そんな分け方してないしね、うん、人のことブックオフで本売るときに無職に丸つけてまた売ってんじゃねえか売るねえやっぱ売るねえ、ほんと困ってますね、ほんとね、部屋が片付くは本当に、あ売れるし、売れるし片付くし、断捨離ね、断捨離的なね、売るっていう仕事じゃないもう売るっていう仕事してるね、そのうち盗んで売るよ、盗んで売るかもしれないね。それか俺もう街中でコンビニのゴミ箱からアルミ缶拾うかもしれないけど、見ても声かけないでね、その時は。あれ、シーマン、シーマンやっぱ自分からボケちゃダメだったんだよな。ボケるのボケ、本当にそうなるんじゃないかと思って心配しちゃったんですよ。そうそう、リアルすぎるんだよね、だからね、まあ、ちょっとね暗くなっちゃったんで一回 CM 行ってね、空気変えましょうか、ちょっとね、じゃあ一旦 CM でーす。はい、っていう感じなんですけどね、本当にね、シーマンさんも大変ですよ、本当に。やべえもん。頑張って生きてますけどね。頑張ろう。ジャケットのサイズがあったら買ってあげるよ。あ、ありがとう。じゃあ帰りちょっとそれ通して。どんなジャケットなんですか？あのほら一回さ、シーマンがつけてたちょっとみんながかっこいいって言ってた茶色いジャケット覚えてない？これいいじゃん。覚えてないか。中国から買ったやつ？そう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 。ああ。Q10っていうサイトで。サイトはどうでもいいんだけど。うん、まあ、機内にしても買ってあげるよ。あ、嬉しいな。最悪音にあげるわ。あ、ありがとう。うん、昔近所が俺から買ったブラジル代表の偽ユニフォーム、一度も着てないよね。うん、見てない。俺も買ってんだ。うん、そう。いくらで？2000円。1000円。あ、2000円か。1000円。あ、よく考えたらダッサいわ。あれでしょ？黄色と緑のやつでしょ？そうそうそう。いや、あれダサいなと思って。ダッサいわ、よく考えたら。よう買ったなと思って。え、でも、うん、なんかつけ方によっちゃまあまあまあおしゃれになるっちゃおしゃれになるけど、インナーとかさ、あとなんかサイズ感が合わないんだよね。ちっちゃかったね。ちょっとちっちゃい、ちっちゃい、ピチッとしてたもんね。いや、これシーマン転売やは気をつけなきゃいけないですよ。やばい、次何言う、なんかあるの、まだ売れ、なんだろうな、もう腕時計もつけてますけどね。これはね、これはもう冠婚葬祭は日光は残さないといけないから、これは売れない。これ売るんだったらいくらですか？売らない。いや本当にでも値段つけるんだ、値段つける自分で7000円。本当に安いな。買わねえ7000円、高えだろお前それ。7000円あったらもう一個これ買えるから。ああ、そうかそうかそうか。じゃあ原価で売るってこと？そうそう、これ、どうしても必要だもん。一個はビッグワンで買ったやつだけど、ビッグワンかしかも。はい、戻ってきました。はい、ということでね、まあ、島さん話だいぶしましたけどね。なんかありましたか、なんかね、この1週間、2週間ですか。2週間、だいぶね、時間が空きましたけどね。
僕は諸田さんのライブ出てましたね。ああそうね、パサンコ諸田という男っていうライブ出てましたね、うんうん、まあまあ、 楽しくやりましたよ本当にね。疲れましたけどね。話をだいぶ盛ったって聞きましたけど。話はね盛りますね。そりゃね、やっぱ盛りますよね、そういう時は。どうしても怒られましたね、盛りすぎだよっつってね、諸田さんにね。あ、怒られた。うん、その時も、うん、えらい笑顔でね、怒られましたけど、ね。あ、嬉しいんでしょうね、本当はね。本当嬉しいんだよね、怒られたね。嬉しすぎだよ、お前っつってね。そうなんですよ、いろいろね、話したんですけどね。嬉しいね。まあまあ、そうですね、そのライブ出てましたね。そのライブ出て、まあまあ楽しくやりましたね。うん、100人ぐらいあったんですって。おー、すごい。すごいですね、本当にね。100人、うん、顔広いからね。顔広いですね、本当にね。すごかったです、本当にね。ここにありって感じでね。僕結構、はい、キャラバンやってる時にですね、ハッピーナハマーで呼び込みやってる時に、遠くから歩いてきたおばさんに、あんた遠くから見たらマサに似てると思ったけど近くで見たら似てないねって言われたことありましてマサっていうのは村田さんのことなんですけども、なんかの時にも前にも一回似てるって言われたことがあって、ちょっと作りは似てるかもしれません。小さいんですけどだいぶ小さい、はい、形がさんにね、形がフォルムがね。俺よく言われるけどね、はい、あ似てる、めっちゃ言われてるけど、めっちゃ言われる、じゃあまあ崎山さんは室田さんと椎間さんの間、まあ、間なのかもしれない。一番嫌な体格は似てるね室田さんね。俺だって境町で間違えられるからね。そんなに似てる。後ろから声かけられたりするから、あ違うってなるからね。そうですね、室田さんのライブ出てね、まあ、いろいろやりましたと、はい、そこですかね僕はね、はい、野球です僕は、沖縄帰った男の野球毎週やってて、はい、金城さんはね。で今、まあ、この沖縄帰った男のチームで、社会人野球チームと戦ってるんでしょ。そう、で僕が今一番打率いいんですよ。おなんかね結構打ってるみたいですね、本当に、本当に打ってるみたいですよ。打率が5割6分。いやすごいね、すごいな、5割6分やばいな、いわきじゃん、いわき。そういわきですよマジで。で何打数、何打数で10、まあでもまあある程度10超えてたら、18の9とか。お前めっちゃ、めっちゃ打ってますね、すごいよ。そうそうそう、すごいらしいですよ本当に。で打点が、12打点。おお稼いでるね。5試合ぐらいでね。ああ荒稼ぎじゃないですか、もう誰ももう、抜けきれないと。今岡じゃん、2003年の今岡120打点ってで先週、自打球でファールチップが目に当たったんですよ。当たったみたいな、なんか聞いたわ、目に当たって、次の球ヒット打ったからね金本だ、金本そう金本だ、手首折れながらヒット打つみたいな、一人半身だ、物ともしないね。そうそうそう、鉄人じゃないですか本当に。俺鉄人だろ、何に力入れてんだ俺目がつぶって何に力入れてんの、すごいね。俺がかけたらもうね終わっちゃうみたいな。いややばいですよ、だからそうそうそう、本当金本ですね、だからそういう意味では中心、不動の5番です。不動の5番です。4番であってくれよ。4番はもう頑張って4番になってほしいな。頑張って4番である。なんかそこに力入れてるからマトナイトに来れないっていうこと。そうそうそう。ね、野球ばっかねやってますからね。バイトと野球しかしてない。バイトと野球。ゲームとしてない。聞いたら島袋忍もそうだって聞きました。ああ島袋忍はもう野球。野球は野球だけ。バイトしてるって聞いたけど。バイトもしてるね。うん。あいつもバイトと野球だ。バイトと野球。でも。やっぱ島袋忍はもうあいつ本当に輝きがなくなってきてるね。あいつ何番打ってんの。あいつはね、まあ、2番とか、前なんあいつ2番なんですかあの体格で。あいつは小技っぽくないけど。でも最近はもう落ちてきてる。2番も打たせてもらえない。打たせてもらえない。まあ、最初聞いた時はほら7番8番って言ったじゃん。そう最初の7番8番で振り遅ればっか打ってるっつって外せ外せつそんなやつは外せつ肩はいいんだよね。肩がいいんだ、ね、肩がいいんだけどね。終わっちゃいましたねちょっとね。そうそう肩はいいけどバッティングがねあんまりでね。そうなんだ、うん、なんか野球うまいって聞いたけどな。そうでもないんだやっぱり。うんまあ落ちてきてるんじゃない。はあそうなんですね。でもあいつ若いけどね、もう20じゃない21、そうそうだね、そうだね、2ぐらいだね多分ね。そうですか。そうもうダメでしょ。もともと野球うまいって自分で言ってましたけどね。もう高校時代にさ厳しい練習でやめてしまうような人間だからねやっぱね。そうそう、崎山マックスは出てないんですね。そうそう野球やってたのにも関わらず。そうなんですね。出たかったんだけどね。どうですか、なんかやってますか最近崎山マックスさん。何にもやってないですね。何もやってない、何もやってない、もう無無でございます。リハビリです。リハビリ、そうか、野球できないんだ今。そうです、もう体動かせないんだ。野球できないですよ。リハビリとまあちょっとお化け屋敷の方に復帰したかなぐらい。ああそうかそうか、
あ、行ってるんだ、うん、やってますけどね、まあそんなに動けないんでね、うん、そうですね、まあ、ちょこちょことお化け屋敷ね、バイクの免許取って、うんうん、はい、野球やって、野球やって、うん、リハビリやって、うん、そうそうそう、何ですなんだよね、一人だけだよ、お笑いやってるの中村だけだわだけだ、うん、お笑いやってるのコンビですらねえじゃねえかあ、なんか来ましたよ、しのぶくんは毎日ローソンで朝早く忙しさがあバイトしてるわあいつ早番かよあいつ遅番で会ってくれせめてそっか遅番は野球やんなきゃいけない遅番はそう野球があるからだから深夜勤早番に入ってそうそうそうあいつも、ね、彼もねあいつに連絡したら見ねえもん全然そ う, そうねあいつ一番見ないな一番見ないな、うん、本当に忍んでるよあいつそう忍んでる本当に忍んでますよあいつ忍びになってるあいつはでかいのねよう忍んでるからあーしのぶちゃん芸人復帰していや別に終わったわけじゃないでしょ、うん、写真俺に変わってるしコウタ君コウタむちゃくちゃだろやるなあいつ忘れたやろこれ絶対静かやな思ったら多分これやつの、ね、やってないでしょねこの写真探して時間かけてねあ降ろされたって激鎮してたよあーそうなんですかそう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 なんですよ ラジオかラジオかラジオねそあそっか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 利根川さんが入っちゃったんですよねいいじゃないの、まあまあ、いいじゃないのね、あそうですね。まあね、みんな大変ですね、本当にね。そうね。いろいろやってますよ。うん。バイトに野球にバイクに。うん。大変ですね。大変じゃなさそうだな、この感じ。この感じあんまり大変じゃなさそうだな。いや、大変よ。リハビリに。まあまあ、リア充なんかな、うん、言ったら。あリア充な感じじゃないですか。もうなんか、うん、この一日、うん、7時間ぐらい働いてるんじゃないかなって思うぐらい。ああそうなんですか、うん、そんなに働いてるんですか。朝から、うん、まあ10時から、うん、まあ6時まで働くんですよ夕方のね、うんうん、まあ8時間8時間働いてますねまずね。で7時から2時3時ぐらいまで働いてるんですよ夜のね。働いてる。そうだからまあ16時間17時間ぐらいもう働いてて、うん、働いてんのか、うん、だからもうお笑いできないっすねお笑いできないんですよ16時間も働いてるけどな、うん、まあまあそうなっちゃうの、うん、そうそうそう、まあ、もう毎日じゃないじゃんでも言ってもまあ毎日じゃないけどね、うんうん、変わっちゃったこれも、ね、それ以外何してんの変わっちゃったのかそれ以外ですかそれ以外はもうなんていう体力温存休憩休息温存休息をしているとだからこの劇場出番だけの時とかあはいはい、うん、あるねうんあの一時集合なんですよ、うん、行ったらね一時入りなんで、うんまあ、朝ゆっくりできるんですよ、うんうん、で朝うわ結構寝たなと思って劇場行って、うん、までこのねあの先輩とかに会ったら、うん、あのお前あの全然寝てないだろみたいな感じに言われてあなるほどそう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 で顔色が悪いのかなそうそうそうでまあ、多分まあ寝起きだから、うんまあ、まだ あれかなと思って、うん、でライブ終わります、うん、で夕方になります、うん、で またその先輩に、うん、お前まだ寝起きみたいな顔してるぞみたいな顔が戻んねんだそうそうそうだからあの慣れないんですよね顔がもうあなるほどねずっとこの顔になってしまってるっていうでかいのは関係ないんだ顔がでかいの、まあ、でかいのは関係ないもともとかもともとこれはもともとみたいです、うん、もうそれはもうみんなね、暗黙の了解で言葉違うと思うけどでかいの周知の事実そう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 周知の事実暗黙の了解ではない暗黙じゃねえし別にそうそうそう言っちゃってるしねみんなそ そうなんですね最近口内炎ができてねああ口内炎うん大変だよ本当にねこの奥歯のほっぺたにできて、うん、で歯まで来てるのよ言ったらええだから噛めないのよ口内炎って歯にもできるの違う歯まで顔が大きいからか知らんけど歯まで口内炎が膨らんで口内炎が膨らんで、そう口内炎が膨らんで歯に当たってるってことでしょそう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 で、そう歯に当たっててこうやって噛んだ時とか、うん、もう痛いのよだから飯食う時とかめっちゃ痛くて痛い、まあ、口内炎自体がまず痛いから飯食う時、うん、そうだからもうでそれでこうやって噛む時もまた痛いから、うんうん、もう飯も、うん今日の昼とかもプリンだけ咀嚼で咀嚼しなくていいよそう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 もうこの飲めるやつ飲める系のやつすごいな大変ですねそれねそうそうだからこの飯も食えんし、うん、だからこの寝れないし寝てないし、うんうん、そろそろだと思う借金もあるし借金もあるし大変だね、うん、もうよひっと打ってるわえよひっと打ってるわそう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 なんで打ってるの、うん、逆にすごいでしょ
逆に何で打ててんだよ。だからもうハングリー精神でヒット打ってる俺は。何に対してのハングリー精神で、なんで野球で発散してんの。ハングリー精神で、そのハングリーを野球に出してんの。目に当たった後の一円にもならん野球で、一銭にもならん野球で、何もつながん野球。何にもただただこの芸人たちがあいつ野球うまいぞ、あいつは野球うまいぞっていう、あいつ打つね、打つぞ、2、3ヶ月後には忘れられてる、そうそうそう、やつで記録にも残らん。東京大阪にいたらなんか変わってたかもね、その先輩方の草野球チームとかに呼ばれたら、沖縄だしね、まあそうね、まあでもいろんな人と交流がね、まあ野球頑張ってんじゃないですか、いいとは思うんですけどね、ヒット打ちまくりゃいいんじゃないですか。あのモチさんがね、久しぶりね、こんばんモチチさん、こんばんは、はい、ハマニャンのゴリゴリ感が増してる気がする、元気そうで何よりということでね、ご飯屋さん行くと、通信部の飲食店のネタを思い出す、あ、そうですね、思い出していただいてるんだったら ね、 そうだね、ありがたい話ですね、本当にね、いいじゃないですか、こういうのも大事じゃないですか、本当にね、うん、そんなんかね、あの毛が入ってるでしょ、毛入ってるやつなんですかね、何の毛入ってるやつか、よくやるんだね、飲食店の、そうね、飲食店の設定はね、僕らよくあります、ね、チャーハンのやつか、チャーハンのやつかね、わかんないですけどね、ダメよダメダメ、急に急に急にね、出てきました、さっきのだから、あのいいじゃないのの言い方もそうだと思ってたね、俺近所になって僕になって本人に戻るっていう意味のわかんないね、パターンになってます、ちょっと思ってたんだな、進化していったな、進化していったんですかね、対価か進化かわかんないけど、コウタのマイブームが遅いんだよね、だから言ったらね、さっきからあれでしょ、言ったらあの方々のネタでしょ、全部さっき、あ、そうかそうか、そうだ、いいじゃないの、あ、そういうことか、エレキテル連合さんね、エレキテル連合さんですね、ずっと言ってるんですけどね、そうですね、まあそんな感じですか、うん、めっちゃ話戻るけど、はい、めっちゃでもね、ちょっと戻るけど、はい、俺口内炎できたことなくて、口の中に、絶対嘘、どうできんの口内炎って、口内炎ってまず何、ビタミンが欠乏するのになります、まあまあ、うん、口の中の炎症ですね、そう、できものですよ、なんかあれでしょ、ニキビみたいな、まあまあ、その口の中にできた、ないんだよな、俺多分ここ10年ぐらいなってねえな、で醤油とかも染みるから痛くて、醤油、とかも食べれないとか、めっちゃ痛い、そうです、めっちゃ痛い、うん、いろいろ、あ、なるほど、痛くなっちゃうんで、このビタミン取った方がいいって言われて、うんうん、そう、だから今ずっとこの昼とかは、うんうんうん、あのキレートレモンとかなんかそういった系、ね、キレートレモンね、うん、今まで飲んだこと、あ、自分で買って飲んだことなかったやつとか、うんうん、ビタミンをね、そう、取らないとね、うん、体ダメ、だから不思議なんですけど、僕かなり偏食なんですよ、言ったら好き嫌いめっちゃ多いんですよ、うんうんうん、でもあの別に体弱くないし、口内炎もできたことない、そうそうそう、うん、虫歯もないし、言ったら、丈夫なんですよね、だからその なんだろうね、食生活ってやっぱ関係あんのかな、いや、まああるでしょ、それは一応は、うん、どうなんだろうな、全然なんか肉ばっか食うとかね、逆に野菜ばっか食うみたいな人もいるみたいですけど、ね、このどうなんですかね、小さい頃に、うん、赤ちゃんの時とかに、うん、親からこねて、あのフーフーとかして口こうやってやるさ、うん、こうやってってラジオでね、絶対わかんないけど、ふ口フーフーってやって咀嚼、何、あの赤ちゃんに食べさせるのあるさ、噛んでね、そう、うん、あれをしてたら、うん、この虫歯とか菌が入ってしまって、うん、そうダメなんですよね、だキスもしちゃいけないんですよね、子供に、あ、はい、で2歳までだったっけ、そうしなかったら一切虫歯にならないんです、ならないよね、そこの2年間を乗り越えればでしょ、そう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 なんですよ、実はってことは愛情不足ってこと、そういうことですだと思うねめっちゃ噛んでたんだって、さらっとあれだな、さらっとあれだな、やらなかったんでしょうかね、分かんないですけど、そうそうそう、だから僕も虫歯あるんでやられてたんでしょうね、うん、多分ね、親がすごい、まあ、そこら辺もちゃんと知ってやってたのか、あ、なるほどね、いや、うん、いや、うちの、いや、そういうのありますよね、うん、ちゃんと育ててくれてたよ、俺の同級生に小学校1年生から6年生まで、うん、でも一回も歯磨いたことないけど、うん、虫歯できてないってやつが、だからそのあれでしょうね、歯の症状を取ったやつがいる、あ、健康で、そういますよね、そういう人、歯磨いたことないけど歯が綺麗って人、そう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 、なんかいますよね、たまに、嫌じゃないでも、まあ嫌ですけど、でも本当に菌がなければ磨かなくてもいいものなんでしょうしね、うん、なんでも、気持ち悪くない、まあまあ気持ち悪いですけどね、昔の人も磨いてないよ多分歯なんて、まあそれもそうですよ、昔の人はもちろん磨いてないですよ、もちろんもちろん、どれぐらい昔の人の話か、だいぶ昔よ、だいぶ昔、どれぐらいですか、モンキーぐらい、モンキーモンキーぐらいの時代よ、モンキー、猿の時のね、時代だったんです、原始人とかね、まあね、そんなに昔行っちゃった、まあ多分昭和に入ってからじゃない、歯磨き始めたのそうかな、もうちょっと前だと思った、赤ちゃんの時に菌を移さなければ虫歯にならないらしい、そうそうそう、それをね言ってたんですよね、だから中もしちゃいけないらしいですからね、うん、
金が移っちゃうみたいですからね、うん、まあ、金といえばねシーマンさんですけど、そうですか、どうですか、ここでうまい返しがポコッと出るようにならないといけないけど、もう4年半も経ってますけどね、だらだら喋っとった、だらだら喋っとった心の声が、なんですか、なんか話したい話あります、なんか話したい話、ずっと黙ってたんで寂しそうだなと思って、明日2セット、あ、セットで2時間受ける授業って内容何かなっていうの考えて今考えるそれラジオ中になっちゃって、明日9時50分からなんですよ、いい身分ですね、9時50分、そっか、朝の、朝の大変ですね、本当にね、大変ですよ、じゃあ9時に起きなきゃいけないですよ、そう9時に起きます、ちゃんともうタイマーセットしました、しましたか、本当にね、じゃあ1回 CM 行きましょうか、1回 CM じゃあ行っときましょうか、タイマーセットしたということで1回 CM です、うん、そうですね、うん、そうですね、これさっきも LINE で見たんですよ、え、うん、言わなきゃいけないですか、言った方がいいんじゃない、任せるよ、うん、だからなという、まあ、任せるよ、うん、まあそうですね、ちょっとやめときましょうか、クラインで、そうそう、結構今もう新喜劇パチパチパンチの人ですよ、ね、そうそうそう、みんななくなっていきますね、いろいろみんなって、うん、みんなではないですけどね、別にね、年もありますからね、言ったらね、何歳だったんだ、いやー結構70何歳って言ってますね、うん、まあ70いったらもう結構俺ら世代だよね、多分 ね30オーバーは島木ジョージさん、うん、そうだね、パチパチパンチの後にポコポコヘッドが出てきて、ポコポコヘッド、そう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 、いやー気をつけなきゃいけないし、本当にね、そうですね、もうね、だって親とかも70でしょ、いや、そんなまでは行かないけど、シーマンさんの親なんか、まあまあまあ6時代ですからね、60代でしょう、ね、はい、大事にしなきゃいけませんよ、いや本当に金取ってる場合じゃないですよ、親金取ってる場合本当にお小遣いもらってる場合じゃないですよ、マジで、2017年は働こう、お小遣いあげなきゃいけない、そうよ、家に入れたりさ、逆にお小遣いあげなきゃいけない、本当本当、お小遣いもらってる場合じゃないですかね、本当だよね、やばいっすね、まあでもこれって芸人やったらそんな、芸人やるまではやってたけどね、まあね、また僕もお金は渡せてないですよ、ちょっと あんまりあげれなくなったね、いやまあそうでしょう、それは、ちゃんとやってたけどね、まあお金あげれるようにね、そう、まあ頑張らないとね、痛いですよね、本当にね、お金稼がない、はい、いや寒いです、はい、戻ってきましたけどもね、10分ぐらい、はい、うん、なんですけど、いやもう寒いなって思ってね、いや寒いですよ今日は、本当に寒いですね、なんですかね急にね、土曜日まで寒いんですよね、だから日曜日からちょっとあったかくなるのかな、土曜日まで寒い、バイクきついでしょ、いやもう寒かったですね、そうでしょう、いやいや、あえてそのなんていうのかな、まあ多分これが1月2月もっと寒くなるだろうなと思って、まあちょっと慣れなあかんなと思って、まあまあまあ慣れといたらいいですね、一応まあ防寒して、えまあバイクで来たんですけど、走って5分ぐらい10分ぐらいかな、うん、は全然平気だったんですよ、うん、あちゃんと防寒できてると、うん、これぐらいだといけないなと思うんですけど、うん、やっぱりねその防寒具さえも冷えてくるからね、あ、うん、熱がね、ここもう着く頃にはクソ寒くて、寒いっすよ、で僕もね今日ね、あれを買おうと思ったんですよ、ヒートテック、うん、買おうと思って、うん、まあと某某ユニクロに行ってきたんですけど、うん、いやもうユニクロだな、ね、ユニクロ上の方教えてるよ、ボーユニマルロに行ったんですけど、もういいよいいよいいよ、うん、UNI マル、いやもういいよヒートテック行ってるからもう分かってるわ、もう買おうとしたんですよ、うん、ヒートテックを、まあ、福岡の時持ってたんですけど、うん、買わないとなと思って買おうとしたら、うん、もうねサイズがねどれもでかいんですよ、僕は。でもレディースか、ヒートテックってピタピタになっとかなきゃいけないでしょ、うん、まあまあそうね、意味がないじゃないですか、風が入らないようにしないと意味がない、うん、そうね、確かに、うん、男物の一番下は S なんですけど、うん、これでもブカブカなんですよ僕、細いんで、痩せてるんでね僕ね、ラジオ聞いてる方は分かんないと思うんですけど、うん、そうね、173センチの54キロなんで、腕の細さがあのカラオケのマイクの持つとこと同じぐらいです、いやラジオ聞いてる人はそう考えてるんですよ、はいはいはい、マイクだって思ってくれる、ね、マイク、なるほどね、やつです、本当にそうか、ちょうど一緒、多分ちょうど一緒なんじゃないちょうど一緒なんちょうど一緒カラオケ感のやつ、スイッチもあるし、スイッチもあるスイッチもあるスイッチやべえ
ちょうど一緒なんですけど、そうなくて、どうしようと思って、ね、でもまあちょっと発想の転換で、うん、女性も買えばいいじゃないですか、女性もだったら腕ぴったりなんです、女性もあったんで、それ通したらぴったりなんですよ。ただ、女性も肩までしか、肩がざっくり開いてる。あ、なるほどね、レオタードの上の、なるほどなるほどなるほど、すげえ開いてるやつ、鎖骨まで見えるやつ、デコルテ丸出しのやつ、ね、そうそうそう、はいはい、パーティー行く時のお姫様みたいな、これはきついじゃないですか。これはきついな。買えねえ。いくらインナーとしても。いくらインナーとしても。ちょっとね。ちょっと着替えますって言った時に。お姫様。中村ってなるな。中村だ。こいつやべえってなるじゃん。あ、そっちなんだってなるもんね。そっちなんだってなるよ。体操選手の、体操選手のあれみたいな。いや、これどっちつかず。どっちも買えなくて。結局買えなかったです。なるほどな。そういうことか。細すぎるのも考えもんですよ、マジで。逆にじゃあさ、子供用は子供ないんすよ。あ、ないんだ。あ、置いてんのかな、探したら。キッズ用ありそうじゃない。ああ、キッズ用、キッズ用あるんですかね。キッズ用ありそうだけどね。ユニクロキッズなくない。そう、ないんすよ。ないの。ない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 。自由にはあるの。自由もないわ。あ、もうないんだ。子供服は作ってないんじゃない。見たことないわ。あ、そうなの。大型店とかあんのかもしれないですけどね。わかんないですけど。でも今さ、そのヒートテックはもうユニクロさんのじゃない。はい、ユニクロさんです。だからヒートテックみたいなやつはいろんな会社が出してるから、うん、あると思う、探せば。男性用で俺にぴったりな、うん、そうそう、デパート系のとことかさ、か商業施設行ったらでもあるかもしれない、多分。そうですね、某三遊に行ってみますか、ね、あ、ちょうどヒートテック持ってそうじゃ、持ってないか、ボーボーに行ってみますか、ボーボーリューボ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 ーにはないな、リューボーね、あとボーボーにはないわ、多分。ボーボーは新しいけどな、ボーボーは新しい、そんな、うん、これ気づかないわ、ボーリューボー、ボーリューボーね、ボーボーになっちゃったんですけど、ボーボーね、ボーボーにはないんじゃねえかな、多分。そうですかね、そうですかね、何でも置いてるって聞いたんでね。まあね、ヒートテックといえばシーマンさんですけど、おなじみの、多いな、ヒートテックでおなじみの知ってるな、シーマン、騙す。いや、ボー、なんかでも俺寒がりじゃないイメージだわ。はい、寒がりじゃないんですけども、さっき先浜が言った、ユニクロ、まあ、某ユニクロ以外の某ドンキホーテでも売ってまして、全部いっちゃってる、ヒートテック、ドンキホーテにしとけよ、それ的な機能のものが、あるよね、だから、ああいうところに、それなりの機能はありますよ。本当ですか。ちっちゃいのもありますかね。小さいのは僕見たことないんでね、大きいのしか見たことないんで、いつも。まあ女性用がね、その肩空いてなければ着るんですけどね。でもタイプあるんじゃない、そのだから空いてるのと空いてないのと。全部空いてるの、なんでこんな構成なのか分かんない。空いてるのかタートルネックの。あ、やっぱそうだな、そうだな。両極端だな。なんでだよと思って。両極端。ちょうどあれよと思う。だからその余った分をタートルネックにしてるの。ああ、組み合わせて。普通の T シャツのやつにタートルネックをくっつけたんだ。あれ困りました、マジで。そうっつって。だから両方買って、タートル切ってつなげるの面倒くさいな。ちょうどいいぐらいですね。首元切ればね。そうそうそう。まあね。最悪ね、最悪タートル切る。いや、まあドンキホーテ行きますならドンキホーテ探すのいいですね。そうしますね。もう帰りに行ったらいいもん。帰りに行きますじゃあ、ドンキホーテね。まあ運転してるの近所だけど。近所が行くかどうかっていう話ですよね。国際通りの方だったらね。ああ、そうかそうか。僕まあ降ろしてもらえば家近いんでね。まあ行ってきますなら。明日。明日。明日じゃん。まだ終わんねえよ。まだ終わんねえよ。新しい。いや、終わりじゃねえよ。まだあんだよ。そうですね。来ますか、お二人は。なんかね、ヒートテックとか。いや、もうバイクでしょ、二人とも基本的に。ヒーテーは大事じゃない。ヒーテーは大事ですよ。結構ヒーテーはしとかないと。あのバイクの時とか、本当にヒーテー。マジで、マジで。東京の人とか、二枚重ねらするらしいですから。ね、ヒーテー。ツーヒートでしょ、ツーヒート。ツーヒート。ツーヒートしてる。ダブルヒート。ダブルヒートから。あの下のヒートテックもね、あのパッチみたいなね、そうそう、ズボンのね、あれいいよ、あれはいい、あれはあれは持ってます、あれはサイズ余りの心配がないんでね。ああ、そうかそうか。あの旅行行くとき本当にヒートテックはない大事よ、本当にマジで、本当ヒートテックは大事よ。あ、そう、本当に。あ、着ないんですか。あ、着ない俺。え、なんで。俺ノーヒート。ノーヒートです。ノーヒートです。それ石垣だから。いやいや、いや、それは関係ないけど、まあ確かにユニクロないけどね、石垣。寒いって言ってんのなんか見たことないわ、近所。ああ、まあ確かに。俺なんか多分強いかもしれない、寒さに。まあ寒さに代謝がいいんじゃない。代謝がいいのかな。代謝がいいのか。寒いって言ってんのは聞いたことないね。うん、確かに。
中村ずっと言ってるもんね。もう僕言ってますね、ずっと言ってるよな。もう細いからもその開口一番いいもんな。骨にもう骨に風が当たってくるの。それなんか問題あるわ。皆さんとやっぱ体感度が違うんですよ僕。あ、まあそうだろうね。これがね、人だけハンディキャップしょった状態でね。俺ってもう寝るときはもうパン1じゃないと寝れないの。今も？今も。俺も暖房つけてるわちょっと俺。いやもうパン1無理だわ俺。あの洋服着たらもう苦しくて。ああ寝れんのよ。すごいね。マリリン・モンローじゃないかやってる。そうそうそう、モンローさんと一緒。あ、そう。パジャマはシャネルの5番つって香水だけつけて寝るって。すごい。おしゃれだ。でもいいよね。その匂いいいよ寝るとき。まあまあね。アロマとかもあるけどさ。僕もアロマと炊いてさ、アロマっていうかなんて。お香でしょ。そうそう、それこそボードンキホーテの。いやボーンなんて。寝やすいんだよね。やっぱいい匂いの中寝やすいよ。なんかインド香みたいなのがあるんですけど、それなんかバーってやって。嗅ぎながらね。部屋が汚いないんだよね。雰囲気が台無しなんですけど。いや、まあね。匂いだけはと思ってね、やってますけどね。こんな汚いのにこんないい匂いなの。こんな匂いなんか。どっから逆がね、逆がいいのかもしれないですけどね。いい匂いなゴミっていう。出してんのかっつって、ね、そうなんですけど、ね、大事ですよ匂いは。はい、あ、寝るみたいですね。モンジスさんはね。そうですね。皆さん、ね。うん、本当このやり方、お休みのやり方、次が23日か。そうです、23日ですね、がラストになりますね。がラストですね。来週の放送が最後になるんで、クリスマスイブイブですね。ああ、イブイブ。30はないですか。もう休みです。30は27までだから。そっか、小沢。あ、でも来週で最終回。最終回ではない。今年最終回。最終回っていうのもなんかあれだな。今年最後の。そうですね。放送になります。また1年。16年最後の放送。そうですね。あれ、これ3人体制になったのいつからでしたっけ。今年の4月。映画祭前にはなってなかったでしたっけ。今年じゃないな、去年だな。だって去年クリスマス元旦やってるから。去年ですね。じゃあもう思いっきり1年は経ってるわけ。素晴らしいね。素晴らしいじゃないですか。1年経ってもそうですか。じゃあなんかね、なんかドカンとなんか打ち上げ花火をね、まあ最後なんでね、あげたいなと思いますけどね。そうね、なんかね、最後はバーンとやって終われればなと思って。なんかね、なんかもうすごいやつすごいやつをどうしましょうか。いや、もう分かんないです。リスナー大プレゼントみたいな。ああ、じゃあシーマンが売ろうとしてる全部プレゼントしましょうか。ちょっとやってみます。やりますか。この場で本当にシーマンのオークションじゃないですけど、シーマンオークション、ツイキャス見てる方だけになっちゃいますけど、あのまあちょっと物出して、これ商品説明してもらって、概要説明して、まあ用途も説明して、だからもう言ったら、その今日ツイキャスの人はいつでもいいけど、ラジオの人はもう今日、来週やりましょう。来週やりましょうか。オークション。シーマンのオークションやりましょう。始めます。じゃあ来週はやりますんで。何か持ってきてください。そうそう。本当に欲しいっていう人がいたら売ったらいいしね。わかりました。本当に売ったらいいでしょ。そうです。やりましょう。ちゃんとした適正価格で、もちろんもちろん。これぐらいでスタートみたいなね。から始めて。あるでしょ、いらないもん結構。まああると思います。だから僕を助けてっていうからね。シーマンを助けるオークション。断捨離。断捨離コーナーをね、売りたいやつだから、シーマン面白そうじゃないですか。だから来週やりましょうか。はい、シーマンフリーマーケット。来週あれでしょ、うちのライブでしょ。うちのライブ、あ、そっか。金曜日じゃん。コントピアがありますね、22日に。ああ、22日か。そっかそっか。23、うちのライブだ。うちのライブだから終わって早めに来て、もうすぐ来て、でシーマンすぐ並べて、商品を並べて。ああ、めんどくせえ。めんどくせえって。でもこれでもしさ、シーマンお金になるんだったらさ、いいじゃない。いいよね。いやもうさ、お金のやり取りあれだからさ、あげようかと思ったんだけど、探すとめんどくせえなと思って。なんか持ってきてよ。じゃあ俺らにもあげろよお前。俺もなんかいらないやつも、俺もいらないやつ持ってきますよ。なんか、なんかプレゼントします。じゃあ1年間の感謝を込めて、クリスマスプレゼント。そうそうそう、クリスマスプレゼント。なるほどね。リスナーさんにプレゼント。いらない歯ブラシがあるんで持ってきて。それはやめよう。それはやめよう。3本あります。いや、数じゃないんで、数じゃないんで。欲しいっていうやついるかもよ。いるかもしれない。ということなんでね、もう2分なんで告知しておきましょうか。はい、
ということでその、22日、ね、コントピアっていうライブをやらせてもらいますんでね、はい、よろしくお願いしたいなと思います。今回は面白いっすよ。今回ピンネタしなきゃいけなくて、ね、そう、みんなそれぞれピンネタって一人コントをやる、一人コント、一人コントを、もうコントが一周しちゃってもう一人コントぐらいしかねえよ、なるほどな、そうそうそう、もうやることはないと、ショートコントもやったし、うん、中段コントもやって、30分ぐらいコントもやったんで、一、うんうん、人コントやらなきゃいけないってなってますんでね、はい、見物ですねこれは、またやりますんで、はい、よろしくお願いします、来ていただきください、本当にお願いします、お願いします、はい、します、21の7時、うん、でしたっけ、12月21日、木曜日、20時から開演となってます、うん、木曜日の20時ですね、よろしくお願いします、僕らチケット持ってますんでね、はい、よろしくお願いします、ぜひ連絡ください、お願いします、そしてシーマン、はい、ではですね、吉本うちなライブが、うん、23日金曜日にございま す、ね、はい、ます、19時15分の会場で19時30分開演となっております。場所はハピナー3階のかけつでございまして、最後のうちなライブだ、そうね、コンセプト最後でございます、うん、こちらで順位確定いたしますので、うん、よろしくお願いいたします。僕ら今やばいんですよ、やばいやばい、僕らとシーマンさん今やばいですから、やばいです、高額圏内におります、来月、はい、あ、今月だから俺が頑張って上がろうと思ってるのに2人が落ちてきたら意味ない、ね、やばいわ、このまんまだったらやばい、そうね、残ろうって話がね、だからまあ、うん、次2位ぐらいになったらまあ、ね、どうにかなるかもしれないね、うん、超上位でしょ、だから、うん、そうそうそう、頑張るしかないよ、ね、今13位、俺ら14で、じゃあ俺が13か、うん、やばいね、並んじゃってますから、ね、やばいす、頑張ってほしい、頑張りますからね、みんな見に来てね、はい、来てください、はい、よろしくお願いします、お願いします、ということで、ね、また来週もねお別れしたいなと思いますけど、はい、30秒ぐらい残っちゃったよ、はい、うん、どうですか、どうでしたか今日やってみて、残り30秒といえばシーマンさん、残り30秒、ヒントンバトルダンスアカデミー告知したよ、また告知かよ、ダンスに興味のあるからダンスができる方、もう一通り踊れる方限定なんですけども、うん、ね、ヒントンバトルダンスアカデミーで検索お願いします、はい、お願いします、はい、あと YOC6 期生も、はい、7期生ですか、はい、7ってね、いい数字だからね、いい数字だからね、募集してますんでね、売れるかもよ、よろしくお願いします、はい、じゃあ、はい、来週また来週来てください、はい、サキヤマックスとツシムとシマトマでした、はい、ありがとうございました。